フワンカルロス・フェレーロ・ドナとは、スペイン・オンテニエンテ出身の元男子、プロテニス選手。身長183センチメートル、体重73キログラムの細い体型から、モスキートと呼ばれている。右利き、バックハンド・ストロークは、両手打ち。自己最高ランキングは、シングルス1位、ダブルス198位。ATP ツアーで、シングルス16勝を挙げた。 2003年全仏オープン男子シングルス優勝者で、四大大会では二度の準優勝経験がある。2002年最終戦マスターズカップ準優勝。マスターズ戦優勝4回。デビスカップでは、スペイン代表として三度の優勝に貢献。ジュニア時代、1998年、全仏オープン男子、ジュニアシングルス部門で、フェルナンド・ゴンサレスに敗れた。 準優勝がある。同年に、プロ入り。翌1999年3月のハサン2世グランプリが、彼の ATP ツアーデビュー戦で、予選勝ち上がりからベスト4に進出した。1999年全米オープンで4、大大会に初出場し、1回戦で、第8シードのグレグル・ゼドスキーに敗れたが、翌週に開かれた。 地元スペインのマヨルカオープン決勝でアレックス・コレジャを下しツアー初優勝を果たす。これらの好成績から彼はシングルスランキングを年初の348位から年度末には45位にまで急上昇させ1999年度の ATP アワードの最優秀新人賞を受賞した。2000年全仏オープンでフェレーロは 初出場からいきなり準決勝まで進出し、クレイコートの王者グスタボクエルテンに5から7、6から4、6から2、4から6、3から6で赤敗した。同年9月に開かれたシドニー五輪にも、スペイン代表選手として出場し、第8シードとして、アルノーディパスカルとの準々決勝まで進出した。その後は、特にクレイコートで圧倒的な、 強さを見せ続け、2001年のローママスターズでは、決勝で、クエルテンに3から6、6から1、2から6、6から4、6から2で勝利し、優勝している。しかし、同年の全仏オープンでは2年連続の準決勝で、クエルテンに連敗する。2002年全仏オープンでは、ギレルモコリア、ガストンガウディオ、アンドレアガシ、マラトサフィンといった強敵を、 次々と撃破し、初の決勝進出を果たすが、同じスペインの先輩選手、アルベルト・コスタに1から6、0から6、6から4、3から6で敗れて、準優勝に終わった。2003年全仏オープンで、フェレーロは2年連続2度目の決勝進出で悲願の、初優勝を達成した。この時は準々決勝で、ジュニア時代からのライバルだったフェルナンド・ゴンサレスを、 6から1、3から6、6から1、5から7、6から4と、フルセットの末に破り、その後準決勝でコスタを6から3、7から6、6から4手下し、1年前の決勝のリベンジを、果たした。決勝戦では、カルロスモヤ、コリアを破り、勝ち上がってきたマーティン・フェルケルクに6から1、6から3、6から2で破り、念願だった、グランドスラム優勝を果たした。 全米オープンでも、レートン・ヒューイット、あがしら過去の全米優勝者を撃破して決勝に進出したが、地元アメリカの新生アンディロディックに3から6、6から7、3から6で敗れて、準優勝に終わった。全米オープン終了後、フェレーロは初めて世界ランキング1位になった。その後は故障の影響もあり、彼は長期間の成績不振に苦しんだ。 2004年から2008年までの5年間は ATP ツアーで6度の準優勝に止まっていた。その間、2007年ウィンブルドンで初のベスト8進出があり、この準々決勝ではロジャー・フェデラーに6から7、6から3、1から6、3から6で敗れた。2003年10月のマドリードマスターズ以降、110大会もの間ツアー優勝から遠ざかっていたが、 2009年4月のハサン2世グランプリ決勝でフローランセラを6から4、7から5で破り、6年ぶりのツアー優勝を飾った。それからウィンブルドンでランキングが足りず、ワイルドカードでの出場であったにもかかわらず、3回戦で第10シードのフェルナンド・ゴンサレスを4から6、7から5、6から4、4から6、6から4の死闘の末に、4回戦では、 第7シードジルシモンを破り、二人のトップ10、プレイヤーを破った上で、2年ぶり2度目の、準々決勝に進んだが、第3シードのアンディ・マリーに5から7、3から6、2から6のストレートで完敗した。フェレーロは2012年10月のバレンシアオープン500、を最後に32歳で現役を引退した。シングルスシングルス W イコール優勝、F イコール準優勝。 SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、 B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。